睡眠不足による目のクマ目のクマとは眼下の下部にできることがある黒ずんだ部分である老化遺伝とあざを含む多くの原因があるくぼみと色素沈着それぞれにあった外用薬注入剤美容処置を行うことができるクマとは目の周りすなわち上下眼圏あるいはその一部が黒みがかっている状態とされる眼下の周辺が後退し 脂肪量も減少すると眼下の周辺にくぼみができる。あるいは色素沈着を起こしている。また下まぶたは人体でも皮膚が最も薄い部分であり、顔の他の部分により皮下の状態を反映しやすく。それは目の下の袋とも呼ばれ、目の周囲の組織が弱まりたるんで、脂肪が下部へ移動することで膨らんで見える。老化は原因となる。発生の要因は、 血及び、色素沈着で、小じわ、キメの悪化が目立たせている。解剖を伴わない皮膚科学的な研究によれば、血流速度の低下による、皮膚毛細血管内の還元ヘモグロビンの増加と、皮膚のメラニンの量の増加によるものとされている。睡眠不足、すでにたるんだ、眼科皮膚での水分、肝疾患など、皮膚の色素沈着を起こす疾病の症状が、 クマとして認識されることがある。化粧によって皮膚の色合いやくぼみを埋めることでクマを隠すことができる。コンシーラーを使う。レチノイドはコラーゲンの生成を促し、膨らみを改善し、色素のメラニンを減少させる。ビタミン K とレチノールが含まれるクリームがある。肌の質感を改善するための25種類以上のペプチドが入手できるが、 カルミトイルペンタペプチドマイナス4といったものがある。ハイドロキノンは皮膚の漂白剤のように機能するオイルフリーの保湿剤で少なくとも3ヶ月間は用いられ一般に5から7ヶ月後に効果が判明する。しかしハイドロキノンはメラニン細胞に対する毒性や発現性の懸念から欧州や一部のアジアの国では入手できず色素沈着に対する目的では工事産や ハイドル機能に似た構造を持つアルブチンなどが利用できる。カフェインの塗布は血管形成を促し、ランダム化比較試験では、不死と色素沈着を軽減している。多血小板結晶の注射では、皮下の再構築を促すが、2018年の論文ではこの論文を含めて研究が6件存在する。一研究は半眼でランダム化しており、偽薬を注射した。 顔半面より有効であった。くぼみのためのヒアルロン酸注入剤、脂肪注入、色素沈着のためのケミカルピーリング、インテンスパルスライト、非侵襲的、侵襲的レーザーといった選択肢もある。レーザーでは色素沈着や反痕のリスクがある。ありがとうございます。